寝定当権変更当期は日本における当期の対応の一つで寝定当権の当期事項などに変更があった場合にする当期である。本校では不動産当期における寝定当権変更当期について説明する。寝定当権の当期事項などに変更があった場合、変更を第三者に対抗するためには原則として当期が必要となる。本校では 登記事項の変更に関する登記のほか、元本確定の登記について説明する。登記名義人の氏名、名称、住所に変更があった場合及び、取扱点の変更の登記手続きについては、登記名義人表示変更登記を、値定当権の順位を変更する登記については、順位変更登記を、順位の変更以外の値定当権の処分に関する、登記及び上と 分割状と、一部状と、権利状とについてはね、定当権の処分の登記を、民法398条の14第1項。正し書きの定めに関する登記については、民法第398条の14第1項。正し書きの定めの登記を、民法387条1項に規定がある。同意の登記については、民法第387条第1項の同意の登記をそれぞれ参照。 再建の範囲、債務者の変更については、元本確定前に登記をしないと変更しなかったものとみなされる。また、共同根底統計についての、再建の範囲、債務者、極度額の変更は、すべての不動産につき、変更の登記をしないと効力が生じない。説明の便宜上、次の通り略語を用いる。元本確定前においては、変更契約により、極度額 債権の範囲、債務者、確定期日を変更することができる。また、おね定当権の効力の及ぶ範囲の変更もすることができる。この登記については、定当権変更登記定当権の効力の及ぶ範囲の変更を参照。ただし、登記原因及びその日付は、原因平成何年何月何日か設定のように記載する。一方、債務引受けによる債務者の変更や、 債権者または債務者の交代による公開をすることはできない。また、極度額の減額変更請求に基づく極度額の変更もすることができない。なお、債務者に相続、合併があった場合や、債務者の氏名、名称、住所に変更があった場合、値定当権者の場合と異なり、なすべき登記は、値定当権変更登記である。相続の場合、相続の登記後に、 合意の登記をすることになる。再建の範囲及び債務者については、AAB のような拡張的変更や ABA のような縮減的変更のみならず、AC のような交代的変更もすることができる。利害関係人が存在する場合、その承諾が得られれば極度額の増額変更も、減額変更もすることができる。増額変更の場合の利害関係人は、 五順位担保物件者などであり、減額変更の場合の利害関係人は、非担保債権の差し押さえ債権者や、減額変更しようとする、値定統計を目的とする、点定,定統計者などである。なお、利害関係人に該当するかどうかは契約の時点ではなく登記申請の時点で判断される10月4日民、高3230号通達第5。 例えば、増額変更契約後に五順担保物件の登記が抹消され、その後に変更登記を申請する場合、当該五順位担保物件者は不動産登記においては、利害関係人とはならない。登記申請情報へ変更後の事項は、変更後の事項極度が金なげんのように記載する。再建の範囲の一部を変更する場合であっても、変更後の事項として変更後の再建の範囲全部を、 記載しなければならない12月24日民、千3 6 3十号通達別紙を都合に、登記申請情報へ変更後の事項は、変更後の事項再建の範囲銀行取引、手形再建小切手再建のように記載する。なお、共有根底統計について、根底統計者ごとに、再建の範囲が異なる場合もしくは、根底統計の一部上とまたは共有者の、 権利移転後に譲渡人または譲り受け人のみ再建の範囲を変更する場合の記載の例は以下の通りである。変更契約に基づく登記登記申請情報へ変更後の事項は変更後の事項を債務者何し何町長何番地 A のように記載する。債務者を追加する場合、追加する事項を債務者何し何町長何番地 B のように記載する。なお、共有根底統計について 寝て当権者ごとに異なる債務者を同時に変更する場合の記載の例は、債権の範囲の変更の例に準じる。合併、相続の登記登記申請情報へ、登記原因及びその日付を、相続の場合は、全債務者の死亡の日を日付として、原因平成何年何月何日相続のように記載し、合併の場合はその効力発生日を日付として、 原因平成何年何月なんか合併のように記載する。相続の場合の登記申請情報への変更後の事項の記載の例は以下の通りである。合併の場合も同様にのように記載し、その下に債務者として承継する法人を記載すればよい。なお、この法人の代表者の氏名等を記載する必要はない。合意の登記登記申請情報へ。 登記原因及びその日付を合意の効力発生日を日付として原因平成何年何月何日合意のように記載する。登記申請情報へ合意により定めた相続人の表示を指定債務者何市何町長何番地 B のように記載する。表示変更登記申請情報への登記原因及びその日付の記載の例については登記名義人表示変更登記、 登記申請情報の登記原因及びその日付の箇所を参照。論点は同じである。原因平成何年何月なんか変更とするべきではない。登記申請情報へ変更後の事項の記載の例は以下の通りである。氏名または住所のいずれかの変更であっても変更後の氏名及び住所を記載するべきである。また、複数の債務者のうち一部のものについての 表示変更であっても、全員の表示を記載するべきである。確定期日を新設する場合、登記申請情報への登記原因及びその日付は、原則として、変更契約成立日を日付として、原因平成何年何月何日新設のように、記載する。登記申請情報へ変更後の事項を、新設や変更の場合は、変更後の事項確定期日平成何年、 何月何日のように記載し、廃止の場合は、変更後の事項確定期日廃止のように記載する。登記の目的は、登記の目的一番根底投券変更のように記載する。共同根底投券の場合、一番とも同根底投券変更のように記載する。順位番号が不動産によって異なる場合、共同根底投券変更のように記載し、不動産の表示の箇所に、 順位番号を記載する。登記原因及びその日付は原則として原因平成何年何月何日か変更のように記載する。日付は原則として変更契約の成立日であるが当事者の特約があればそれに従う。ただし極度額の変更の場合において変更契約後に利害関係人の承諾が得られた場合承諾の日を日付とする。 なお、上記の原則と異なる、確定期日の新設の場合及び債務者について、相続、合併があった場合並びに、債務者の表示変更の場合については、それぞれの箇所で説明済みである。登記申請人は、原則として、登記記録上直接に利益を受ける者を登記、権利者とし、直接に不利益を受ける者を、登記義務者として記載する。 ネテ当権の登記名義認可、ネテ当権設定者が当てはまるが、その振り分けは以下の通りである。なお、法人が申請人となる場合、以下の事項も記載しなければならない。変更後の事項については、記載の例はそれぞれの項目で説明済みである。添付情報は、登記原因証明情報、登記義務者の登記識別情報または、登記済証及び、 不動産の所有権登記名義人が登記義務者となる場合は、登記義務者の印鑑証明書である。法人が申請人となる場合はさらに代表者資格、証明情報も原則として添付しなければならない。免税に関する証明書については登録免許税の箇所で述べる。一方、書面申請の場合であっても、所有権以外の登記名義人が登記義務者となる場合は、 印鑑証明書の添付は原則として不要であるが、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない。極度額の変更の登記の場合、利害関係人が存在するときは、その承諾が必要であり、承諾証明情報が添付情報となる。この承諾証明情報が書面である場合には、原則として作成者が記名を印し、 当該要因に係る印鑑証明書を承諾書の一部として添付しなければならない。この印鑑証明書は当該承諾書の一部であるので、添付情報欄に印鑑証明書と格別に記載する必要はなく、作成後3ヶ月以内のものでなければならないという制限はない。登録免許税は原則として不動産1個につき1000円を納付する。 極度額を増額する変更登記の場合には、増加した極度額の1000分の4である。ただし、共同担保にある数個のね、定等権について、当該変更登記を行う場合、登録免許税法13条2項の減税規定が、順用される10月14日民、千3152号通達1。よって、変更登記が最初の申請以外の場合で、 前の申請と今回の申請にかかる登記書の管轄が異なる場合、登記証明書を添付すれば、当該変更登記にかかる定当権の件数1件に月1500円となる。この場合、登記申請情報に減税の根拠となる条文を登録免許税金1500円のように記載しなければならない。債務者の表示変更の場合において、住居表示実施の場合や、証名。 地盤が変更となった場合、市町村合併等により行政区画が変更になった場合、登録免許税は課されない。ただし、当該場合に該当することを証する情報を添付しなければならない。これは、自然人についての取り扱いであり、法人が当該自由により住所変更に基づく債務者の変更登記を申請する場合、住居表示実施により本店または主たる、 事務所を変更する、胸の登記事項証明書を添付すれば、登録免許税法施行規則1条の証明書の添付は不要である9月13日民、公2608号通達三章。なお、登録免許税の免除を受けるためには、登録免許税額に変えて免除の根拠となる、法令条項を申請情報の内容としなければならない。なお、ねて当権の債務者と、 ね、提当権の目的たる権利の登記名義人が同一である場合で、当該権利の登記名義人について、住居表示実施等による住所変更登記がされている場合であっても、住居表示実施等によるね、提当権の債務者の住所変更に基づく登記申請につき、上記の非課税に関する証明書の添付は省略できない。元本確定後においては、変更契約により、 極度額を変更することができる。また、極度額の減額変更請求に基づく極度額の変更をすることができる。さらに、債務引受けによる債務者の変更や、債権者または債務者の交代による公開をすることもでき、ね、低等権の効力の及ぶ範囲の変更もすることができる。これらの登記については、定等権変更登記を参照。ただし、 ね定当権の効力の及ぶ範囲を拡大変更する場合、当期原因及びその日付は平成何年何月何日か設定のように記載する。なお、債務者に相続、合併があった場合や、債務者の表示変更に基づく当期については、元本確定前と手続きはほぼ同じであるが、合意の当期はすることができない。一方、変更契約により、債権の範囲、債務者、 確定期日を変更することはできない。契約による変更については原則として、元本確定前と手続きは同じである。ただし、債務者が複数損する、ね、定当権の元本確定後に、一部の者のが事故の債務を全額弁済した場合、残りの者のを債務者とする変更登記をすることができる。この場合、登記原因及びその日付は、 原因平成何年何月何日への債務弁債のように記載する。以下、極度額減額請求について説明する。概要元本確定後、値定当権設定者は極度額を現に損する債権の額と、以後2年間の利息その他の定期金及び損害金の合計額に減額するよう請求することができる。この請求権は形成権であるとされている。 共同根底統計の場合、請求は1個の不動産にすれば足りる。ただし、1個の不動産につき請求したからといって、登記が全ての不動産に付きされるわけではない。登記申請情報登記の目的は、当期の目的一番根抵当権変更のように記載する。登記原因及びその日付は、請求が根底統計者に到達した日を原因として、 原因平成何年何月何日、減額請求のように記載する。変更後の事項は、変更後の事項極度学金な円のように記載する。当期申請人は、ね定当権の目的たる権利の現在の、当期名義人を当期権利者とし、値定当権者を当期義務者として記載する。なお、法人が、申請人となる場合の代表者の氏名等の記載に、 関する論点は、元本確定前の登記事項の変更の場合と同じである。添付情報は、登記原因証明情報、登記義務者の登記識別情報または、登記済み証である。法人が申請人となる場合はさらに代表者資格、証明情報も原則として添付しなければならない。一方、書面申請の場合であっても、登記義務者の印鑑証明書の添付は原則として、 不要であるが、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない。なお、利害関係人が存在するときは、その承諾が必要であり、承諾証明情報が添付情報となる。この承諾証明情報が書面である場合には、原則として作成者が記名要因し、当該要因に係る印鑑証明書を承諾書の一部として添付しなければならない。 この印鑑証明書は当該承諾書の一部であるので、添付情報欄に印鑑証明書と格別に記載する必要はなく、作成後3ヶ月以内のものでなければならないという制限はない。承諾の根拠については、法66条であるとする説と民法398条の五であるという説がある。承諾証明情報の添付の根拠は前者の説によれば、 別表25項添付情報路となり、校舎の説によれば、例7条5号派となる。登録免許税は、不動産1個につき1000円を納付する。元本確定自由については、値定当権値定当権の確定を参照。元本確定後にしかなし得ない、登記の申請は、元本確定の登記後でなければすることができないが、 以下の例外がある12月27日民3965位名、通知第7。これらはいずれも登記記録上確定が明らかな場合である。共同、共有と確定については以下の通りである。元本確定請求と確定については以下の通りである。寝定当権設定者が死亡している場合において、法93条前段の規定により、 民法398条の19第2項に基づく元本確定請求をした場合における元本確定の登記を申請する場合、前提として相続に基づく所有権移転登記をするべきである。登記の目的は、登記の目的一番根底登記元本確定のように記載する。登記原因及びその日付は元本が確定した日を原因として、 原因平成何年何月何日確定のように記載する。当期申請人は原則として寝定当権の目的たる権利の現在の当期名義人を当期権利者とし、寝定当権者を当期義務者として記載する。なお、なお、法人が申請人となる場合の代表者の氏名等の記載に関する論点は元本確定前の登記事項の変更の場合と同じである。 ただし、以下の自由により、元本が確定した場合には、ネテ当権者が単独で申請することができる。法人の代表者の氏名等に関する論点は、原則の場合と同じである。ネテ当権者が、元本確定請求をした場合、ネテ当権者が、テ当不動産に対する競売手続き開始の決定、または滞納処分による差し押さえがあったことを知った。 時から2週間経過した場合、債務者または、値定当権設定者が、破産手続き開始の決定を受けた場合2と3の場合、当該値定当権またはこれを目的とする権利の、取得の当期の申請と合わせて申請しなければならない。添付情報は、共同申請の場合、当期原因証明情報、当期義務者の当期識別情報または、当期済み証である。法人が、 申請人となる場合はさらに代表者資格、証明情報も原則として添付しなければならない。一方、書面申請の場合であっても、登記義務者の印鑑証明書の添付は原則として不要であるが、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない。単独申請の場合、登記原因証明情報を添付する。 登記識別情報の添付は不要であるが、記述2と3の場合には添付しなければならないとする説もある。代表者資格証明情報については共同申請の場合と同じである。なお、登記原因証明情報は不動産登記例により以下の通り定められている。登録免許税は不動産1個につき1000円を納付する。本校における変更登記は必ず不規登記で、 実行される。再建の範囲、債務者、確定期日の変更の場合は、利害関係人が存在するときでも、その承諾は不要であるし、極度学減額請求を除く極度額の変更の場合で、利害関係人が存在するときは必ずその承諾を得なければならず、極度学減額請求の場合、利害関係人は承諾義務があるからである。なお、当期間は、 変更の登記をするときは、変更前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。ただし、債務者の相続による変更登記の場合、全債務者については抹消する記号を記録するべきでない。AB 登録免許税法施行規則第11条 E 株法令検索総務省行政管理局2020年1月20日閲覧ありがとうございます。